それで親が心配になって僕を病院に連れてきました。それであなたは筋ストロフィーですって医者に言われました。でお医者さんと話をして出てきた親は病院とても明るかったです。で僕の5歳の頃はこの障害は20歳まで亡くなっていたんです。で今僕が3人と7歳だから非常に考え方がいいから心にいる障害の僕の中で書いたのはこの家の5歳の頃は何を見たか高校の時に暗かったけど Thank you.